ヤッハロー、こんばんは。町大東京人ハモです。はい、現在11月3日水曜日の午前2時34分にならとしてますね。はい、今日もうちの母が寝たのが 1時半前やったんですけども、その間にね、今そこからピン、回るピングドラムの18話ですね、見終えて、今画像を拾って感想を残して、さあこっからはもう楽しみでしゃない大正乙女おとぎ話の4話です。もう先週マジで感動があったんでね。はい、行きたいと思いますが、先に軽く自己紹介。はい、僕の名はマジ大量芸人ハマーと言います。一生瓶になってジャグリングしながらハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり現在40歳、芸歴15年目のマジシャン大量芸人パフォーマーをやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて会社員辞めてパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響で去年の2月頃からイベントなくほぼ無職状態、貯金繰り崩して生活してます。むちゃくちゃ自粛してますが、その自粛中にアニメにハマりまして、約1年7ヶ月で500作ほど見てきました。気づけばアニメに役職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってます。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種、PV、プロフィールなどは全て説明文に載っけてますんで、ぜひともチェックよろしくお願いします。そして来年の9月にはとんでもなくどでかいことを発表します。お楽しみに。ということで行きましょう。Dアニメストアですね。大正乙女、おとぎ話4です。行きます。3、2、1、スタート。もうゆずきがとにかく天使。もう先週はもうね、12歳のね、玉子ね、バカにされたり、ちょっと腹立つことされながらも浄化しましたね、玉子。おもらしした玉子にね、水ぶっかけて風呂入れて、ちょっと先週の振り返りはしてないんですけど、確か、そうそう、たまこさんみたいな、確か妹がいたら、可愛いし幸せだろうなみたいな発言によってね、たまこは完全に浄化されて、ね、翌朝起きてきた玉彦の前で2人が仲良く料理をしているというね、微笑ましい怒り方でしたね。オープニングのね、タマコの目がハートになったのかわいい。幸せは8月明かりの月の下に。蓄音機。ああ。
白鳥小鳥やね。白鳥小鳥はあの2話で話題に出てた歌手ですよね。やほんやほん、いやいきなり微笑ましいな。しかし玉彦もかわいいよな。今のはなんかの、お。なんやろ、熱中症かな。この時代やし、電話がないのか。使えへんのはでかいな、ハンデが。
玉彦、悔しいね。何やったやろ。せやな。いいぞ、タマコ、ここはいいぞ。
いや天使やな、もうちょっと、もうたまらんわ、たまこもええな、ほんで。そうそうそう、地下よく出た。地かな、これ。かけました。手の血か。あら。医者がやったんか。冷めてきるんやな。
ひっつみね。なぜ？よかったわ。もうね、この大正乙女という話、秋アニメ1、ゆるがほんま最高や。今週もまあとりあえず今週はね、まあゆずが倒れたということで熱中症かなと思ったんですけどね、過労ということで、まあのまあタマコがファインプレーでね医者呼んできて、まあやっぱちょっとその間にね、あの玉彦も頑張ってたんやけど、やっぱ片腕しか使えへんっていうのはでっかいハンデでしたね。まあちょっと気の毒やったな、玉彦も。やっぱその自分が何もできひんということでどんどん自分を追い込んでいってしまうっていうのはね、ちょっと見てて辛いな。やけどね、その玉彦に倒れかかった時のあのゆずが見せたあのリアクションとかが、まあいちいち可愛い。ほんまにたまらんね、ゆずきが、うん。で、やっぱあの医者とあの看護師かな、あれ看護婦、看護師のまあセリフからして、まあ、島家が世間からどんな風に見られてるのかがね、ようわかった。島家は態度がでかいと。上から見てくるということでね、別にそんな、玉彦はそんな気ないのにね。まあ、それをまたあの玉子がファインプレーでね、お帰りくださいと。いうことで返しましたけども、まあなんやろね、そのあそこ良かったですね。
まあ玉彦でほんまにいいのかという玉子がね、聞いた時に、かつて何母親にいびられてる子供、友達がいたかなんかでね、そのいい教えですね、ゆずのお母さん、ゆずのお母さんも天使みたいな人やな。やっぱりね、その自分を信じてくれる強い味方がいるのはさ強いですよね。強い味方がいるっていうのはほんまに心強いし、まあ、それがやっぱり玉彦が前回やったっけな、雪解け春の嵐かなんとかつった、何違ったっけな、ちょっと選手の振り返りしてないんであれですけどもね、ゆずは、春の嵐だと雪解けをしてくれるみたいな感じでね言ってましたけど、ほんまゆずのね強い味方がいればね、きっと玉彦も変わっていける。でそれがあれやろね、あの晒しを切った後の、この子を幸せにしたいと思ったっていうのはそういうとこかなと。でまさかの隠れ巨乳でしたねゆずは。晒し切ったらボヨンってなった、ちょっとあれはうんってなりましたけど、あ巨乳やったんかと、隠れ巨乳やったんかと。確かに悩み2つ、うち1個がクセっ毛、もう1個が巨乳ってことだったんですね。だからでね、やっぱりその玉彦がもうゆずが心配やからこそ、あとやっぱ借金の方としてやっぱり親と引き離されたっていうことをね、玉彦は気にしとるからこそ、まあ、父に言っとくから君は帰りって言ったけども、それでももう天使のようにね巨乳で包み込んだゆずは最高や、ほんまに今週もマジでよかった。でやっぱこの光景見たからかな、玉子はあの医者になりたくなったってことで帰ると言い出しましたけど、ちょっと最後驚きの展開でしたね。うん、まあまあちょっと玉子も変わったし、ゆずはすごいわ、天使マジで。もう今んとこ1話も2話も3話も4話もいいな、ちょっとまあもう秋アニメナンバーワン揺るぎません、これは最高でした。今週もはい、ってことで玉子は果たしてほんまに帰るのかな、ちょっと心配ではないけど、帰ったらまた父親からいびられるというか、うん、学校にも当然行って、学校でもねあのいい目に遭ってなかったし、果たして玉子はほんまに帰って、まあ、勉学に励むのかが心配ですね。はい、ということで大正乙女おとぎ話4話でした。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、最後に、僕は大道芸人ですけども、今現在エンタメ業界死んでます。月にね仕事が1本あるかないかという中で、去年の10月、3月27日にバイオリティバーガーで10話の、リアクション動画を何気なく投稿したことで、今1年8ヶ月目アニメリアクションやってますけれども、はい、まあ、ずっとね再生数も2桁でほんまにしんどい思いをしながらやってきた中で、YouTube は著作権に厳しいのはいいけど警告の仕方が非常に問題しかない、理不尽卑怯です。はい、まあまあまあちょっとねあんま話すと長くなるんで、今僕はペナルティ2個もらってます。1個は到底納得いかないんですけどね、フフビートっていう会社です。フフビート皆さん気をつけてくださいね。はい、まあ、2つ警告もらってて、カラオケの動画と馬娘の動画全部消して、実は去年も半年分消してるんです。で今年の10月5日6日安全を考えて、1246本、337日分生配信でアニメリアクション動画消しました。もう泣く泣くね、結構精神やられました。やめようともね、アニメリアクションやめようとも思いましたけども、あの応援してくださる方々がおられますんで、僕は今こうやって根性を入れ直して頑張ってます。で今はねもう再生数2桁やろうがもう気になりません。なぜならばとにかくね皆さんとあのアニメの楽しさとかね、まあ、感動いろんなものをね笑いだとか一緒に共有していけたらなと思ってますんで、もうコメントをいただけることが本当に嬉しくてね、今あの皆さんと一緒に楽しませてもらってますんで、ぜひ皆さん一緒にアニメ見ていきましょう。楽しいです、よろしくお願いします。ぜひ応援していってください。まあ以上ね、最後にもう一言だけ、僕はパフォーマー大道芸人、これが本職ですので、せめてホームページだけでもいいですし、PV だけでもいいんで、何か一つだけでもいいんでね、見てもらって、僕のね、人となりだとか、パフォーマーの姿を見てください。よろしくお願いします。はい、以上、マジ大道芸人、ハマーでした。最後までどうもありがとうございました。では。